伊賀市内の美容室。まだ大学1年生になって1ヶ月しか経っていないので、高校生の気分が抜けなくて、まだ20歳だと友達とも久しぶりに会うので、みんなの変わってる姿も見たいですし、みんなでお酒を飲みたかったですね。着付けに訪れた大学1年吉川ゆずきさんは少し複雑な気持ちもあるようですが、成人年齢の引き下げに伴い多くの市町村は成人式を20歳の集いなどに名前を変え実施することにしましたが、伊賀市は東海3県で唯一18歳の成人式の開催を決めました。1月だと大学などの受験と重なることから、開催はゴールデンウィークのこの時期に。美容室では汗で髪型が崩れないようヘアアイロンを強めにかけるなどの工夫もされていました。およそ2時間かけて晴れ着姿となった吉川さん。すごく可愛らしいです、綺麗で、まあ、親にとっては20歳だろうが18だろうが嬉しいことには変わりはないです。はい、子どもたちは新生活馴染むの精一杯なので、ちょっと心に余裕のない時期で大変かなと思いますけど、やっぱ振り袖着たのでこれから成人式だなっていう気持ちは実感してきました。一度きりの成人式なので、やっぱり成人式は出たいなっていう気持ちがあったので。人生一度きりの成人式。初夏の強い日差しが照りつける中、会場には3月までに18歳となったおよそ600人が集まりました。こうして人生の新たな門出に立てることを大変嬉しく思います。新成人代表として挨拶をした吉川さん、式を終えて感じたことは？新成人の実感ってありますか？まだないです今までやっぱ親に頼っていた部分が多いので、やっぱ自分でする行動とか言動に責任を持って、やっぱ自立した人になっていきたいと思います。